サウンドジュリエンです。今日はですね、前回に引き続きましてエアパルスの A80 をいじっております。前回はテレビの方につなげて光ケーブルで音を出していましたが、今回は、USB ケーブルの入力で音出しをします。パソコンの方に、こちらのスピーカーの XMOS の専用ドライバーをインストールしました。インストールしなくても汎用ドライバーでなるんですが、 XMOS のドライバーをインストールした方がより高音質でなりますので、そのようにしております。そして、こちらのスピーカーの方には大地圧が落ちませんので、大地圧を落としました。それから、電源の改善ということで、工場製鋼の S1P の電源フィルター、こちらを通して電源を供給しております。この電源フィルターがあった方がいいのかない方がいいのか、アースを落とした方がいいのか落とさない方がいいのか、もう結果は明白に出てるんですけれども、今の両方を使用している状態から外した状態で音を出してみたいと思います。じゃあ音を出します。電源フィルターを外して普通にタップから供給してみます。曲線は一緒です。じゃあこの状態でもう一度。
けないですね。ザラザラしちゃって汚いという感じです。じゃあもう一度、元に戻します。フィルターを通して第一アースを落とします。戻りました。もう一度聞いてみましょう。CD をバグデリピングしましてパソコンに入れてあります。それを、XMOS ドライバーで16ビットの 44.1 キロ CD の、設定で今音を出しました。こちらの XMOS ドライバーを入れますと、サウンドのプロパティで24ビットの192キロまで、任意に選んで再生することができますので、少し前のブログでAmazon プライムビデオをハイレゾ化してみるっていうことをやったんですが、リピングしたその CD とかも192キロで視聴したりすることができます。詳しくはブログの下の URL に私のごめんなさい詳しくは YouTube の下の説明欄に私のブログの URL が貼ってありますので、そこからクリックして見ていただければどんなことをやったのか、ご覧いただけると思います。なかなか安く買えるスピーカー、定価7万7000円ですけれど、使い勝手も良くて、この USB の他に Bluetooth もつなげますが、AptX でつながりますので、ウォークマンなどからでもかなり高音質な音が聞けます。
今日はこのところです。